これから5年間にわたってその新大釜の釜の作業を進めていく、その釜の作業の中でその釜詰めの形が、新大釜の釜詰めの形が従来のこれまでの50メートルの形とはちょっとか違った形になっていくので、その違った形を実験しないでそのストレートにやってしまうと非常にその、まあ、無謀なというか問題があるので、一度その形を50メートルの釜で実験的に釜詰めをして、そしてその結果を見て成功しておれば新大釜の釜詰めの形をそういう形に持っていこうと。いいです。